リトルボーイ、リトルボーイとは第二次世界大戦においてアメリカ軍が広島市に投下した原子爆弾ガンバレル型ウラニウム活性実弾 L11 のコードネームである。いわゆる広島原爆、広島型原爆である。これは人類史上初めて実戦で使用された核兵器である。原子力災害、核実験、原発事故などや自然災害。 地震、台風、隕石衝突などの規模を表記する際に、このリトルボーイを基準に、広島原爆 n 5分と換算されることもある。全長3.12メートル、最大直径0.75メートル、総重量約5トン、番号は MK1、ウラン235を用いており、2分されたパイプの両端に置かれたウラン235の塊の一方を、 火薬の爆発力でもう一方のウラン海にぶつけ、臨界量を超過させて起爆する、頑張れる型である。積載されたウラン140ポンド、約6 5ラムのうち、1.38%、約8 7 6 3ムが、核分裂反応を起こしたと推定されている。核出力は TNT 換算で約15キロトン、約1 5五十5 5 0ルである。 ガンバレル型の原子爆弾がどのように設計されたのかはいまだに軍事機密扱いであり情報公開されていない。一部にリトルボーイはナチスドイツ製もしくはその副写であったのではないかとする説がある。この説の説明としてアメリカがガンバレル型の開発をした経緯がなく当初よりプルトニウムを用いた爆縮式インプロージョン型の実験を行っていた。 とされることがある。しかし、アメリカ合衆国が研究していた原子爆弾の当初構想はガンバレル型であり、原子爆弾の研究を行っていた世界のどの国においても構造が比較的簡易であり、インプロージョン型よりも基本部分の製造が容易であるガンバレル型の研究が行われていた。実際に米国ではプルトニウム239を材料とした、 ガンバレル型のシンマン、マーク2として開発が行われていた。ただし、マーク2の開発は難航し、実際に中断、放棄されている。米国及び人類発の核爆弾稼働実験である、トリニティ実験において使用された、爆弾、ガジェットも、インプロージョン型である。では、理論構造が単純であるとはいえ、取り扱いや安全性に疑問があり、 実験実績のないガンバレル型を、なぜ10日で一号としたのか等の不明点が残るが、これも、また機密扱いであり明らかになっていない。リトルボーイ仕様の3日後に、長崎に投下された、ファットマンは、トリニティ実験と同様の、プルトニウムを使用したインプロージョン型である。<music> 1943年頃、プルトニウムの仮想反応が認識され、爆縮方式の設計がスタートする。 1944年7月には、ほぼ全面的に、プルトニウム爆縮式に開発努力は移行するが、トリニティ実験までは爆発成功の確信がなく、すでに爆弾設計としては完了し、ウラニウムの濃縮の進捗を待つのみとなっていたガンバレル型が予備として計画されたとされている。大量のウラニウムを必要とする、ガンバレル型のリトルボーイの製造において、終戦間際に、 ドイツ国内や潜水艦から押収されたウラニウムは使われなかったとする根拠はないが、量的には1939年の時点でカタンガ州コンゴからおよそ1000トンが搬入されたウラニウム鉱石が原料の大部分を占めていた。1945年当時、この方式の検証のための核実験は行われていない。核実験による検証を経たのは、 プルトニウムを使った爆縮方式のものが1945年7月16日、アメリカニューメキシコ州アラモゴード近郊のアラモゴード爆撃試験場、現ホワイトサンズミサイル実験場内、トリニティサイトで行われたのみである。これは一般には、すでにウラン235を使った各分裂試験が原子炉内で行われていたために、 核爆発を伴う検証そのものが不要であったとされているが、実際はテストを行うことで高能縮空乱が不足し、この方式の原子爆弾の戦線への投入に遅れが生じることをアメリカ軍が心配したというのが真相のようである。ガンバレル型の原子爆弾は安全性に大きな問題があるため、アメリカ合衆国で作られなくなった。完成したガンバレル型の原子爆弾は、 推進薬に添加すると、必ず核爆発を起こしてしまうため、フェール政府が存在しない。そのため、爆弾を搭載した B-29 が墜落したり、何かのミスで10日前に推進薬が添加したりするなど、万が一の場合に備え、爆撃機に兵器係として、原爆の技術者を同乗させ、そのものが10日の前に手作業で、方針内に推進薬。 コルダイと火薬を詰め込むという安全対策を取ったほどである。たとえ推進薬がなくとも爆撃機墜落の衝撃によって砲弾部が標的部に突入すれば核爆発が起きる可能性が十分に高く海中に墜落すれば爆弾内に流入した水が減速剤として働き臨海状態になる可能性があった。このため海に落下すれば周囲一帯を 危険地域として閉鎖せざるを得なくなる。これらの危険性を回避できる安全装置の開発は不可能であるとされ、ガンバレル型自体が開発中止になる原因となった。消失面積1320万メートル、死者118,661人、負傷者82,807人、全焼全開計61,820棟の被害をもたらした。 爆心地の近くにあった広島県産業省令館は現在原爆ドームとして世界文解散に登録されている。原爆被害の詳細は広島市への原子爆弾投下を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。